おい見ろよ、お出ましか。騒がれているのはあの兄ちゃんか、有名な人なんでしょうか。あの方はですね、今人気も実力も文句なし、ナンバーワンのレーサーです。彼はこの PSC で4連覇中のチャンピオンなんですよ。4連覇すげえな。調子はどうだ。問題ないよ。応援してます。頑張ってください。ああ、ありがとう。へえ、すげえ人気だな。あ、なんかこっちに。よーシェロ、久しぶりだな。久しぶりです。今日はエントリーですか。いや、それはもう昨日済ませた。今日はプラクティスの予定で。ヒョロズヤのやつ、チャンピオンと知り合いなんだな。はい、すごいですね。なんだか緊張します。ん、そっちは。そうですね、ご紹介します。こちらは団長さん、それから B さんとルリアさんです。飛空士さんで、この方が飛空団の団長さんです。今回のレースに参加されるんですよ。へえ、飛空団か。俺はミオン、よろしく。負けないぞ。そんな、私たち初参加ですし。オイラたちほとんど素人だからな。そうなのか。でも勝負になったら関係ないだろ、そんなのは。 PSC はハードなレースだけど、その分見える景色も違うんだ。楽しもうぜ。はい。おい坊主、もう時間だぞ。たく、悪い、もう行くよ。またな。ほら坊主、聞こえてんなら返事ぐらいしろ。でっせえな、俺は坊主じゃねえからだよ。あのおっさんは何だったんだ。あの方はミョーンさんの想定の整備を担当しているメカニックさんですね。なるほど、そういう人がいるんですね。何はともあれ、これで準備は完了です。レース当日が待ち遠しいですね。迷ってるけどよ。まあトップはやっぱり今年もミュオンかな。ミュオンは硬いけど倍率がな、強すぎんだよな。でも今年はマッディが復帰するんだってよな。そうそう、楽しみだよな。でもブランクあるし、とりあえず予選の調子を見てからかな。あれってレースの賭けの話だよな。そういえば賭けが盛り上がるってヨロズヤも言ってたな。それじゃあ私あなたに賭けます。気持ちはわかるけどよ、
こいつは初めてのレースなんだぜ。お、あんたもしかして出場者か？おい、本当か？うわー、なんだ急に。はい、レースに出場します。やっぱりか、初出場なのか。マシンはどんなんだ？レーサーって大変なんですね。何はともあれ、明日が楽しみだぜ。二人とも、これを持っていけ。これは？小型の電声機だ。これって、すっごい貴重なやつだよな。壊すなよ。壊すもんか！ってか、お前に言われたくないね。なんでもいいけど、どうしてこんなもんを？それがあれば、レース中でも連絡が取れる。そんなことは言われなくたってわかるってば。何かあれば連絡する。そちらもそうしろ。何かって何？指示が曖昧すぎるんじゃない？確かに、レースが始まれば何か起きることもそうはなさそうだもんな。今のところ、八百長のお誘いも来てないし。で、何が起きるっていうわけ？万が一に備えてのことだ。想定する事態を限定しすぎると、いざという時に動けないぞ。ったく、肝心なこと言わないで、腹立つ。ちょ、まったくだ。相変わらず、気に食わない奴だ。まあいいや。とにかく、レース中は勝つつもりで全力でやればいいんでしょ？ああ。行くよ、ベア。悪いな。あ、ごめんなさい。小せえな、ジョーちゃん。マシンから吹っ飛んじまわないように気ぃつけろよ。わあ、おっきい人でしたね。あの人もレーサーさんなんでしょうか？多分そうじゃねえかな。それにしても、レーサーもだけど、想定ってのも本当にいろいろな形があるんだな。あっちにゼタさんとベアトリクスさんがいますね。ねえベア、そこのレンジちょっと取って。あ、これか。そう、サンキュー。本当だな、みんな最終準備に忙しいって感じだぜ。全部で何人くらい？ちょっとスツルム殿、ここの設定ちょっと変えた？変えた。何か文句でもあるのか？うわぁ！スツルムさんとトランクさん？あれあれ？団長さんたちじゃない。お前たちもレースに参加するのか？その格好は、お前らも参加するのか？もちろんだよ。
優勝賞金が7億だって聞いて黙っていられるわけないよね。そうですよね。お前ららしいな。容赦はしない。そういうわけだかな。よろしくね。ベアトリクスに続いてあいつらまで参加するなんてな。でもすごい賞金がもらえるレースですし、参加する人もそれだけたくさんいますよね。そりゃそうだな。で、あそこにいるのこの前会ったチャンピオンの兄ちゃんじゃねえか。本当ですね。ご挨拶を。あ、ちょっと待てよ。集中してるみてえだからやめとこうぜ。そうですね。それにしてもこっちまでピリッとした空気が伝わってくる気がするぜ。はい、さすがチャンピオンさんですね。レディース・エンド・ジェントルメン、待たせたな。いよいよ PSC 予選レースの開幕だ。待ってたぜ。ミュウ、会場は大盛り上がりだ。熱気がここまで伝わって熱くてたまらねえぜ。さて、今年も解説はおなじみスカイレース愛好家で想定にも造形の深いヨロズヤ・シェロカルテ。では早速今年の注目レーサーを紹介しよう。まずはこいつらだ。スツルム&ドランクのマッドクラウン2。 PSC 参戦こそは初めてだが、各地のスカイレースを荒らして回る、まさにイカれた道系野郎だぜ。続いてなんと4年ぶりの復活、マッディ。登録マシンはカイザーヘルシャフトだ。これはさすがの俺もうまく説明できねえ。マッディはマシンだったのか。あれってさっきの。なあ、なんかとんでもねえ格好してんな。あんなのありかよ。ミュオンのデビュー戦で敗れてから4年、長い沈黙を破っての復活だが、まさかこうなってるとは驚きだぜ。とにかくその実力はレースが始まれば見られるだろう。つうことで次に行かせてもらうぜ。次はいよいよお待ちかね、こいつなくして PSC は語れない。大歓声、もはや紹介なんていらねえってか。ミュオンが操るブルーオービット。ミュオンかっこいい。歓声が鳴り止まねえ。相変わらずの大人気だ、青い流星。ミュオンさんは5連覇がかかっていますしね。オーケー、わかった。静まってくれ、レディース&ジェントルメン。もうすぐスタートの時間だ。おっと、忘れてたぜ、今年もこいつが大活躍するからな。こいつがコース各所に飛んでるおかげで、俺たちはいつでも臨場感たっぷりにレースの様子を拝めるってわけ。これによってスカイレースの人気も跳ね上がりましたね。そういうことだな。てなわけで、そろそろ時間だぞ。さあ、シグナルを待て。いよいよスタートだ。
このままじゃ置いていかれちまうぞ。おっと、これはナイトサイファーか。スタートに失敗、他とぐんぐん差ができるぞ。ナイトサイファーはスカイレース自体が初めてですからね。まずは手痛い洗礼ってところか。大丈夫です、行きましょう。お、どうやら無事にスタート。ナイトサイファー、加速して他のマシンを追いかけていくぞ。よし、なんとかスピードに乗れたな。このまま諦めないで頑張ろうぜ。来たな。さすが団長さん、結構スピード出てるね。ここでナイトサイファー、マッドクラウン2に迫るぞ。あ、スツルムさんとトランクさんです。お手並み拝見。ナイトサイファー、マッドクラウン2並んだ。いけ、一気に抜いてやれ。いいね、いいね。よし、それじゃあスツルム殿、あれやっちゃっていいよね。好きにしろ。いけそうです、あと少し。行かせないよ。クラウンの18番、マッドクロウだ。なんだ。避けろ。避けたぞナイトサイファー、こいつはやるもんだ。見直したぜ。うまく逃げるもんだね。遊んでる場合か、さっさとやれ。はいはい。キャー、あーっと、ここでとうとうマッドクロウがナイトサイファーを捕らえた。どういうことだ、ナイトサイファー突然の超加速。ルディア、しっかり捕まってるよ。それからオイラを離すな。ご本人たちも驚いているようでしたね。マッドクローが当たった衝撃で偶然加速装置が作動したんでしょうか。参ったな、飛んだラッキー野郎ってとこか。何はともあれ、ナイトサイファーぐんぐんスピードを上げて上位陣へと迫っていくぞ。ちょっとちょっと、一体何がどうなってるわけ。お前、レースが終わったら覚えてろよ。スツルム殿、怒らないでよ。不可抗力だってば。うるさい、こっちも飛ばすぞ。